今私は、ソウル、韓国に来ています。今日は、ある方と待ち合わせしてちょっと観光案内していただきたいと思います。じゃあこの方です。こんにちは、ナイトテンポです。ナイトテンポさんです。やっと会えました。しかも韓国で、はい、嬉しい。いつも何だっけ、ナイトテンポさんは。さて今日はですね、ちょっといろいろとご案内いただくといいですか。はい、いろいろ聞きたいと思います。あとちょっとお仕事の話もね、コラボあります。ということで、じゃあ一緒に行きましょう。お願いします。これからどこ行くの。今からご飯を先に行きます。あ、いいねいいね。ご飯やったー。スープを食べます。もう大好き。スープ美味しいですよね。スープ美味しいです、ね、ここあの日本ではそんなに有名じゃないんですけど、韓国では多分サムゲタンよりみんな好き、もっと好きなスープがあって、まだ日本に進出してないんじゃないの、あれ。スンドゥブは、スンドゥブは有名じゃない。スンドゥブは有名って言えば有名なんですけど、これよりは有名じゃない。あ、すごい。何ここ、靴、普通の、靴のナーケット、靴しかないの、すごい。見てください、すごいね。靴はアシックスが好き。アシックスが好きなの。やっぱり日本のブランドですね。最近ちょっと、もともとプーマが好きだったんですけど、うんうん、最近アシックスにハマりました。お友達たちが僕に検証させようと思ってて、うんうん、これって本当に韓国の味、うん、っていうことで、うんうんうん、僕はわざと韓国のシェフのレストランに連れて行くんですよ。で、まあ食べてみたら、まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあまあ。でもさ、一番違うのはキムチじゃない？私今回思ったんだけど、こっちのキムチほんと美味しい。日本で売ってるキムチ。うん、またちょっと違うんだね。美味しくない。いや、美味しくないってそんな、はっきりと言わないで。でもあの、味が違うよね。ね、甘すぎる。そう。そうなの。甘いの。貝が、海産物、です。入ってない。が、入りすぎてるんです。日本の方が。旨味成分入れすぎてんのかな。なるほどね。あとなんかこっちの方がちょっと発酵してますよね。はい。日本のキムチは発酵ができないから腐るんですよね。そうか。なるほど。日本のキムチは賞味期限、あるあるある。臭くなるから、韓国のキムチは基本発酵を前提に作られてるから、発酵すれば発酵するほど美味しいです。すみません、DJ なんですよ。でもなぜかキムチに詳しい。キムチ DJ になる。何でも詳しいです。こちらがナイトテンポさんおすすめのカルビタンが美味しいお店。かわいい、大衆飲食って書いてあります。おー。なんかちょっと懐かしい雰囲気。あ、Anywhere is fine, すごい広いのね。わー。さて、ナイトテンポさんおすすめのレストランに来ました。ここは1963年からあるそうです。はい、すごい。私より古いじゃんって言ったら、まだまだです。で、はい、慰められました。どういうことでしょう。でもめちゃめちゃ韓国十何年ぶりに来るんだけど、すごく楽しい。10年前と今ってだいぶ変わりましたよね。うん、15年ぶりかも。ナイトテンポさんは日本に引っ越したいなんてずっと言ってたけど、私韓国に引っ越したいです。もうちょっと、ゆっくりしたいときに、今はまだまだ僕って音楽しないといけないので、ね、そうか、仕事的には日本の方がちょっといろいろとできるのね。そこはもう K-POP 一色なので。 K-POP がちょっと苦手なんですけどね。ナイトテンポさんの好きな音楽は早見さん時代の音楽が好きで、はい、やってるんですよね。昭和80年代、今日も90年代を好きで、ね、はい、なんか今でもシティポップスって言われてるけど、日本でいうシティポップスと世界で言われてるシティポップスまたちょっと違うよね。そうですね。もう当時の日本の音楽全部、もうシティポップって言ってるから、シティポップって言う必要もないんですよね。なるほどね。日本の音楽、日本の音楽、まあ、レトロミュージックですよね。レトロポップ、
今はもう若者も当時の音楽真似して住んでるから、だからもっと広い意味でまあいろいろ考える必要があると思いますよ。シティポップとかも70年代80年代じゃなくて、まあ、日本のそういった感覚の音楽全部、ジャパニーズポップっていうか、もういろんな形で呼び方も変えた方がいい。何でもいいかなって思います。何でもいいと。はい、ということです。なんか真剣な話をしてますけど、レストランが賑やかになってきたので、また今度別にね、静かな。あ、すごい！来た。お菓子がさ、すごいんだよね。ちょっと撮りますね。おいしそう、出た。大好きなキムチ。韓国はお菓子、香り自由です。あ、美味しそう。大好き、これハワイにもあるんですよ。スティールスープ。でもこれはテールじゃないです。あ、そうか、カルビか。いただきます。なんか食べ方とかあるんですか。まず食べて、はい、で味を入れていく。これをちょっと食べて。おいしい。ワークファンと一緒に食べて、いろいろ食べてます。あ、おいしい。 Can I get the pepper? Yes, yes. The white pepper? ありがとう。すっごい美味しそう。ちょっと食べてみて。いやー嬉しい。なんかゆっくりこう撮影しながら食べることができなかったので嬉しいです。いただきます。おいしい。ちょっとゆっくりして。あ、おいしいです。カクテキ、カクテキ、カクテキ。おいしい。これ作れないの？ハッピー食べた方がいい。そっかそっか。いただきました。美味しかった。美味しい。そして韓国に来て気になったのが、お食事終わったら皆さん、ね、必ずこちらを使うんですけど、これちょっとナイトテンポさん説明してちょうだい。じゃがいもで作ってます。じゃがいもで作ってあるつまようじ。ちゃんと歯の間を掃除しないと虫歯になるから、ね、みんな頑張って掃除してます。でもさ、つまようじがじゃがいもですね。できてるってことはもう普通にじゃあプラスチックじゃないってことだよね。はい、春雨麺と多分同じ成分だと思います。なるほど、素晴らしいですね。でちょっと緑色で綺麗なね、日本でも流行るといいの、ね、はい、とんでもです、ね、すごい。これはオリジナルなのね。オリジナルです。なんでもの方は燃えてしまって作り直したんですけど、ここはもう昔からこのままです。みんな70年代80年代は新婚さんと結婚したら、みんなソウルに来たんですよ。あ、昔はソウルにそんな人口多くなかったから、でも都市だったからみんなここに来て、この辺りのホテルどんでも見えます。あ、本当だ。で、昔から の観光ホテルで、あそこで泊まってこの辺りの観光をしたんです。なるほど、ね、みんなこの前で写真撮ってたんです。公園になってるの。そう、公園で。でずっと登っていたら、あそこに古い街があるんですけど、壁に全部絵を描いてたり、学生さんたちがみんな絵を描いて綺麗な街なんです。今日はショッピングだから。あ、そう、ショッピングこの後ショッピング連れてってもらいます。これは後で、はい、ナイトテンポさんにお買い物までお付き合いいただいてありがとうございます。いえ、いつでも歓迎します。かわいいワンピース。また来てください。また来ますよ。で、これからどこに行くんですか。カフェ行くんですか。おしゃれカフェ。おしゃれカフェ。だってほら、ナイトテンポさんは東京では昭和のカフェが好きだった。はい。で、ここはレトロなこともいいんですけど、レトロな雰囲気をちょっと活かした綺麗なカフェとかもいっぱいあったり、シークレットプレイスみたいなところに
に隠れ家的なカフェとかがあって、うん、そういうところ面白いなって思ってて、うん、最近はよく韓国ではそういうところを行ってます。じゃあちょっと流行りのカフェ行きたいと思います。カフェに来ました。結構にぎやかね、隠れ家カフェなんだけどにぎやか、はい、はい、若者に流行ってます。そうです、ちょっと音が聞こえるかどうかわからないんですが、今年はなんかコラボできるといいななって話してます。はい、今からいろいろ仕事の話をします。まだ内緒。はい、何か言えることある？言えること、一緒にコラボするってことですよね。そうです、今現状は。そうですね、一緒にどんなテーマ、どんなテーマなの、どんなものに興味あるの？興味はいろんなものにあるんですけど、うん、まあ、当時の、うん、物語を曲にしたいなって思って、やはりあの早見さんが当時からいろんな歌詞をやってらっしゃったから、やはりいろんなエピソードとか思い出とかあると思う。そういうメモリーから Bring out、 そういう感じ。80年代の昭和のメモリーを歌にするですよね。80年代、90年代を含めて、ね、いい思い出の中で一つお借りしたいと思います。なるほど。飲み物を飲む。え、何それ？あ、飲み物が出ました。あ、ちょっとびっくりしちゃった。面白いね。今なんか UFO が来たのかと思っちゃいました。美味しさをおしゃれ。あ、ホットじゃなくてコールドなんだ。はい。じゃじゃーん、かわいい。これは何ですか？これはオレンジチョコレートラーテ。でオレンジなんですけど、あのみかん、コリアンみかん。ちょっと緑なんだ。ドライ。多分ドライしたから育ったと思います。ああ、そっか。デザートです、ね。デザートですね。さっきご飯を食べてます。確かにちょうどいいね。はい。これちゃんと混ぜて食べないと、ここに全部みかんが。なるほど。オレンジ、これできるのオレンジのみかん。はい、でもオレンジとチョコレートって合うんだよね。いただきます。はい、もう少し下にしてもらって。細かいですよ、ガイドテンポさん。こだわりは、こだわりを持つからね、大切です。ちゃんとやらないとですね。ちゃんとやらないとですね。うん、リアルみかん。面白い。2級じゃないですね。リアルみかんだ。あ、でも本当デザートみたい。なんかチョコレート。よくあのオレンジの皮がチョコレートにコーティングされてる。あんな感じ。美味しいね。うん。そこからの景色がめちゃくちゃいいの。ちょっと隠れ家的な喫茶店。はい、はい、A クラス U だと思います。 A クラス U、はい、とってもいいです。なんと日本に売り越し、はい、しようと思ってます。現状的には秋にはしたいなって思ってます。日本のどこが好きなんですか？場所ですか？いやいや、どういうとこ、Why do you like it? なんで？あアトモスピア、雰囲気な、はい、雰囲気がすごく合ってるから好きです。めちゃめちゃ韓国いいですよね、まあ、観光ではいいと思います。あ、そっかそっか、またちょっとお仕事が違うので。そうです。そうね、でも日本に来たらますます忙しくなっちゃうんじゃないですか？頑張らないとです。忙しいのはいいことですよね。あの自分を必要してくれてる方が必要されてないっていうのは悲しいから。今カフェで音源を聞かせていただきました。そこまでは言っていい？はい、はい、まあ、でコラボするってことは、ね、言ったからね、はい、すっごい素敵なメール、どれも素敵。ありがとうございます。すごいね。そこに、うん、その曲をもっと輝くのに、うん、早見さん歌詞を書いて歌って、はい、ただ多分すごく素敵になると思いまして、ね、多分今回はまず1曲目で、あとはどんどん一緒にいろんなものを作っていくと思いますので、うん、英語がいいですか、日本語がいいですか？
どっちも入れないとですよね。どっちも入れないと、なるほど。英語ちょっと多めにしようかなと思って、やはりあの早見さんの特徴っていうのがあるから、英語の方がもっと感情表現しやすいんじゃないかなって思ったりします。日本語だとやはりちょっと日本の社会的な雰囲気上をちょっと日本語で歌っていると感情がそこまで出なかったり、ちょっとシャイになったりする、言葉的にあったりするじゃないですか。でも英語だと、まあ、投げるように感情を投げるようにいろいろ歌うのができたりするから、そっか、まあ、聞いてくれる人が日本だけじゃないから、うん、あ、そっか、世界の人たちは聞いてくれるからね。はい、ですので、もっといろいろ面白いものを作りたいなって思います。あとテーマですね、テーマをどうするか、はい、いろいろ話してます。悩んでます。あとであのいろいろアイデアが多かったら、はい、台でお電話してもいいですか。そうですね、ちょっと話し合ってテーマをいろいろと決めましょう。早見さんのいろんなメモリーから一個エピソードをお借りしたいなって思ったりもします。うん、覚えてるかな、昔のエピソード覚えてない。例えばあのアイドル時代に、はい、あの舞台から、うん、あの降りてきて、うん、一人でいる時間とかの感情とかどうかなと思ってます。なるほど。なんかちょっと寂しくなったりするね。大きい舞台に出て、うん、大勢の人の前で歌った後とかね。歌った後、ちょっと部屋に戻って、うん、行った時の感情とかどうかなと思って。なるほど。じゃあちょっと記憶を呼び起こして思い出そうと頑張います。お願いします、はい、僕はそういったあの感情はあまりわからないので、また僕もあの舞台は立ったりするんですけど、うん、やはり女性の方の感情っていうのをもっと聞いてみたいっていうのがあるので、ぜひあのもう早見さんはもういろんな経験があると思いますので。いやでもすごいさすがだな、プロデューサーだな。今のでなんかすごいいっぱいわーって戻ってきた。あ、そうですか。うん、あ、そういうの、ああいう得意です。ヒントすごいですね。ちょっと楽しみですね。今回は本当に楽しい韓国語案内ありがとうございます。あの次はもっといろんなところ行って、うん、あの早見さんともっといろんな探検ができるように、うんうん、次はあのもう1ヶ月くらいずっと案内できます。1ヶ月いたら韓国を話せるよね。はい、はい、僕はちょっと仕事を頑張って休み取って、はい、早見さんも休み取れたら、はい、また韓国で遊びたいと思います。うん、また遊びましょう。でも日本ではまた、そうね、近い日本でお茶行きたいです。うん、お茶行きましょう。今日ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストはナイトテンポさんでした。